どうも皆さん、はじめまして、三好と言います。今回は広島港から愛媛の松山観光港へ向かうクルーズフェリー極洋丸を散策していきます。広島から松山まで船で向かう場合は瀬戸内海汽船のクルーズフェリーかスーパージェットに乗って松山観光港に行く方法があります。クルーズフェリーとスーパージェットの違いは所要時間と金額と車両積載の有無になります。クルーズフェリーは片道約3700円で約2時間40分の船旅になります。また別料金がかかりますが車も乗せることができます。スーパージェットは車を乗せることができず片道約7000円かかりますが約1時間10分で松山観光港まで行くことができます。それでは船内に入っていきます。クルーズフェリーには今回乗っている極洋丸以外にも別の種類の船があります。船によって船内設備に違いがあるので運航時間を確認して乗る船を決められてもいいかもしれません。ここには自動販売機コーナーがあります。その隣にはお土産などのお菓子が売られている売店があります。心画面で運行状況の確認ができます。船内には寝転がれるスペースが広くあるにもかかわらず座席数も多くありました。では今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、 Twitter や Instagram、 他の動画もぜひご覧ください。じゃあのー。